ないからってこと？あれ？なんだこれ？ちょっと下に紙があるんだけど読んでみてね。あ、なに？なに？スマホ持ってる、スマホ。本当だ。これ分かった、ヒント出せ。これさえあればいつでも録画できますね。違う、何それ電話でヒント聞くの？私カメラマンやりますからね。キラキラ星とかちょっとあんまり触って剥がれちゃうとさ、場所とかも意味あるかもしれないから。雪、キラキラ星、カエルの歌、ブンブンブン、チューリップ、カエルの歌はとか聞こえてくるよ。キラ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 、チューリップ、咲いたチューリップが違う。ねえ、ハッチだけじゃないのよ。見せてみて。ちょっと腰やるかも。ちょっといい人が置いてる。え？いいよ。なんかね、音符だから歌じゃん。腰やるない。忙しくなります。何これ？あ、あ、あ。コモハソソリアンナシシ。サソリ座、シシ座、パパでヤギ座。ヤギ座、ヤギ。ヤギ。パパゾンは12月生まれなのでヤギ座です。え、本当になんもない？パパゾンのカードを解け。で、パパゾン何が好き？こんな感じじゃん。何が好き？パパゾン好きなやつなの？何が好き？陽気。陽気だったら雪。雪はヤギじゃないでしょ。探してください。鍵があるんだ。鍵がどっかにあるんだ。そこパパゾンが持ってきたやつがないでしょ。小さい人、じゃあ下の方だ。じゃあ私小さい。めくるがった方がいいよ。あ、あ、あった。あった鍵。で、下に鍵あった。よし、これで、はい、刺してください。待って。取れない。いきなり鍵があるパターンだ。暗号を解いてから鍵探すのか。ねえ、これ一番最後だよね、普通で。違う鍵？え？違う鍵？え？何その鍵？え？そんなことある？入るじゃん。おお。あ、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 これだ。暗号出る。本当だ。あ、じゃあこの弾いた曲の中のあれかどれかが、はい、これで弾いてみよう。行きましょう。どうしてこっちから これと同じやつを弾いて。ここに書いてあるから。え、違うよ、私こう弾けないよ、番号にしてよ。ちょっと待って。2個は無理だな。はい、どうして？あ、ちょっとこれ C やって、 C、うん、これ C、いや、全然わかんないね。ね、なんで弾いちゃうの？ね。多分ね、ブンブンブンです。なんで？ブンブンブン。違うか。違うか。これドレミの順番わかる？うん。ドレミにまず並べてみよう。遊ぼう、笑う、道を叩く。
ドレドペンください。書いてみて。はい、早くして。わかる？この曲聞いたことある？わかんない。ソファミレミファレド。違うでしょ。ファミレミファ。違う。ソーソードードララソだもん。ソファミレミファレ。違う。ソファミレミファレドミファ。全然わかんないよ。どれ？ブンブン。ソファレレミファレド。雪は？出だしでわかんないから続き書いてもわかんないんじゃない？ちょっと待って、ヒント言う。はい。え、お尻。あ、お尻なんか探してみよう。お尻の中。こんなのお尻の中にあるの。違います。お尻って言ってた。お尻。お尻。何もやなくても見つかるって。おお、ごめんごめんごめん。入ってる。コマがならない。だからコマ。あ、あった。あ、全然関係なかった。あ、じゃあこれカードこれだ。これだから、違う歌をまず当てて、歌を当てるとこの番号なんじゃない？ソファミレミファレドミレファ。まあいいや。まあ、とにかく違う。で、そうそう、どうどうだそうでしょ。で、これは知らない。ない。この中にない。あ、じゃあさ、これか、これだったら。両方やってみる。両方やってみる。とりあえず、ここにある数字をさ、全部入れれば、とりあえず、開けられるってことだよ。私、雪にする。いい？こっちか。035なのね。最初からこれを全部入れときゃよかったんだ。ペンギン。お、あ、そしてパパゾンのカードってこれのことじゃない？あ、ヤギを探せっていうことか。あった。あ、あ、ヤギ。これで調味料。え、これの他全然関係ないんだ。なんだこのなんだこの脱出ゲーム。はい、壊れてる調味料はわかりますか？調味料わかる？うん、胡椒。ピンポーン。だって壊れてるの、胡椒中。答えは出しちゃうから、出しちゃうと言えば胡椒。せーの、胡椒。胡椒なんか関係あるの？なんか設計がちょっとおかしいな。ブンブンブンだからドードードーでしょ。おかしいでしょ。ブンソーファーミーレミファレドーですね。やってみる？やってみる？いや、ご飯が全然できないからやば。口で言わないでよ。ブンブンブンだったでしょ。やってみる。うん、ご飯が全然できないから、できなかったな。夫婦、ね、どいて、どいて、ね、私がどいてんの。あたしがやる。どどどど